東京都教育委員会の定例会が開かれ、先月就任した日本サッカー協会名誉会長の川淵三郎氏が初めて出席しました。会議では都立高校の推薦入学が議題になりました。推薦入学については導入から15年が経過し、選抜方法や募集枠について見直しを求める意見が上がっています。その中で川淵委員は、中学校によって調査書の点数に差があるため、選抜の基準を再検討すべき、高校側が推薦で入った生徒について十分に検証するべきだと述べました。現在全日制高校の普通科では推薦枠を定員の 20% 以内と定めていますが、この上限を含め教育委員会では今月から中学高校の校長や保護者にアンケートを取るなどして、推薦入学の在り方について検討を進めるということです。